始まりがあれば終わりがあるように、出会いがあればまた別れもあるのです。永遠に続く二人の関係、それはどんなに幸せなことでしょう。ここきらめき高校には一つの伝説があります。校庭の外れにある一本の古木、そのたもとで卒業の日に女の子からの告白で生まれた恋人たちは永遠に幸せな関係になれるという伝説が。あなたが好きとか嫌いとか最初に言い出したのは誰なのかしら。駆け抜けてゆく私のメモリア。今日も鏡の前で髪を溶かして、あなたの名字を教えてくれる？
それじゃあ、あだ名は？誕生日と血液型も教えてね。これでいい？私の誕生日と血液型は覚えてる？これでいい？よ、何しけた面してんだよ。俺、早乙女よしお。これからよろしくな。お前はなんて言うんだ。あ、来たわよ。素敵。なんだ、急に女子が騒ぎ出したぞ。諸君、待たせたね。この僕のことを知らない者はいないと思うが、僕が理事長の孫の伊集院レイだ。同じクラスの男性諸君には悪いが、まあ仲良くやっていこうじゃないか。伊集院ってあの金持ちのか。嫌なクラスになっちまったな。皆さん、はじめまして。名前は藤崎しおりです。趣味は音楽鑑賞で、クラシックとかをよく聞きます。皆さん、これからよろしくお願いします。かわいい藤崎しおりちゃんか。このクラスでよかったぜ。あ、今お前のこと見たぜ。あの子知ってるのか。そうなのか。じゃあ彼女の誕生日は？血液型は？趣味は？あ、そうか。スリーサイズは？よし、チェックだ、チェック。ま、女の子のことで知りたいことがあったら俺に連絡しな。力になるぜ。それよりも、お前この高校の伝説知ってるか？ほら、そこの窓からでっかい木が見えるだろう。あの木の下で女の子に告白されると永遠に幸せな関係になれるんだってよ。誰が言ったか知らねえが、羨ましい話だな。
次の曲に行きましょう。次の曲に行きましょう。え？眠れないの？それじゃあ私が羊を数えてあげる。羊が一匹、羊が二匹、羊が三匹、羊が四匹、羊が五匹、羊が六匹、羊が七匹、羊が八匹、羊が九匹、羊が十匹、羊が十一匹、羊が十二匹、羊が十三匹、羊が十四匹、羊が十五匹、羊が十六匹、羊が十七匹、羊が十八匹、羊が十九匹、羊が二十匹。そろそろ眠くなってきたでしょう。え？まだなの？羊が二十一匹、羊が二十二匹、羊が二十三匹、羊が二十四匹、羊が二十五匹、羊が二十六匹、羊が二十七匹、羊が二十八匹、羊が二十九匹。羊が三十匹、羊が三十一匹、羊が三十二匹、羊が三十三匹、羊が三十四匹、羊が三十五匹、羊が三十六匹、羊が三十七匹、羊が三十八匹、羊が三十九匹、羊が四十匹。もういい加減眠くなってきたでしょう。まだなの？羊が四十一匹、羊が四十二匹、羊が四十三匹、羊が四十四匹、羊が四十五匹、羊が四十六匹、羊が四十七匹、羊が四十八匹、羊が四十九匹、羊が五十匹。私の方が眠くなってきちゃった。ごめんね。おやすみ。
そうだな。あ、危ない。大丈夫じゃないわよ。早く起こしなさいよね。まあいいわ、許してあげる。あなた、お名前は？それじゃ、また会いましょう。知らないのかよ、ファンクラブまである加賀美ミラを。いいよな、お前名前覚えてもらえて。
あら、残念。その日は別の人と約束があるのよ。もうちょっと早く誘ってくださればよかったのに。あら、残念。その日は別の人と約束があるのよ。もうちょっと早く誘ってくださればよかったのに。ボールが左右に動いているのをボタンを使ってうまくバランスを落とすわ。オートで走るから落とさないよう頑張って。ボールが左右に動いているのをボタンを使ってうまくバランスを落とすね。オートで走るから落とさないよう頑張って。設定はこのままでいい？しょうがないね。
待たされるの好きじゃないから。少し待ったけど、この程度なら許してあげるわ。さあ、今日はどこに案内してくれるのかしら。よろしくてよ。では、行きましょう。ちょっと見てくるから、ここで待ってなさい。待たせたかしら。そう、ならもう一度行ってくるわね。今日は楽しかったわ。また誘ってもよろしくてよ。それじゃ失礼するわ。あら、残念。その日は別の人と約束があるのよ。もうちょっと早く誘ってくださればよかったのに。
と待って。あ、珍しく空いてるわね。いいわよ。知ってると思うけど、私待たされるの好きじゃないから。私を待たせようなんて100年早いよ。ああ、脇役くんね。誰さんでもいいけど、あなたみたいな人が私に何の御用があるのかしら。私、これから約束があるの。早く用件を言ってくださる？そう、それじゃあ失礼する。
あら、残念。その日は別の人と約束があるのよ。もうちょっと早く誘ってくださればよかったのに。やっと来たな。こんにちは。こんにちは。来てよかっただろう。感謝しろよ。それじゃ大観覧車に乗ろうぜ。お前どっちのこと乗る？好きではないけど、乗ってあげるわ。思ったより楽しかったわ。次はジェットコースターに乗ろうぜ。お前、どっちのこと乗る？付き合ってあげるわ。子供騙しよ。次はゴーストハウスに入ろうぜ。お前どっちのこと入る？もうそんな歳でもないし、悪いけど一人で乗ってくださるかしら。楽しかったかしら。もう終わりか？さて帰るか。今日は楽しかったわ。それじゃあ二人ともさよなら。今日はなかなか楽しかったわ。またね。それじゃあ帰るか。
お待たせ。それで用事って？ありがとう。開けてもいいかな？これ、前から欲しかったの。ずっと大切にするね。待ったわよ。30分ぐらい前からここにいなさい。それじゃあ着替えてくるわね。サンスクリーンを塗っていただけるかしら。もっと丁寧に塗ってくれない？あまり楽しくなかったわ。この程度で次を期待するなんてずうずうしいわね。それじゃ失礼するわ。1時間ぐらい待つのは当然ね。さあ行きましょう。それじゃあ中に入りましょう。
に行くのかしら。結構空いてるわね。さあ乗りましょう。退屈だったけど景色はまあまあだったわ。私を前にしたらそれも当然ね。割と楽しめたわ。予定が空いてればよろしくてよ。それじゃ失礼するわ。待って、あ、珍しく空いてるわね。いいわよ。知ってると思うけど、私、待たされるの好きじゃないから。1時間ぐらい待つのは当然ね。さあ行きましょう。そろそろ始まるわね。中に入るわよ。ただいまの上映をもちまして、本日の上映を終了いたします。
まあこんなものよね。あまり楽しくなかったわ。この程度で次を期待するなんてずうずうしいわね。それじゃ失礼するわ。知ってると思うけど、私待たされるの好きじゃないから。待ったわよ。30分ぐらい前からここにいなさい。さあ、今日はどこに案内してくれるのかしら。よろしくてよ。では、行きましょう。結構買ったわね。当然ね。さあ行きましょう。割と楽しめたわ。予定が空いてればよろしくてよ。それじゃ失礼するわ。
待ったわよ。30分ぐらい前からここにいなさい。仕方ないから散歩でもしてあげるわ。そうね、たまにはこういうのもよろしいわね。本当はこういうところは好きではないけれど、今日は許してあげるわ。割と楽しめたわ。予定が空いてればよろしくてよ。それじゃ失礼するわ。あら、残念。その日は別の人と約束があるのよ。もうちょっと早く誘ってくださればよかったのに。あら、何の用かしら。そうね、考えてあげてもよくてよ。してくださいよね。私と一緒に歩けるのよ。ま、いいでしょう。それじゃあ早く行き先を決めてくださる？あら、何か始まるみたいね。何？今の曲は。ゲームの音楽ですって？そんな曲聴かせて喜ぶとでも思ってるの？お黙り。私のように気品あふれるものにそんな曲が似合って？
そりゃ似合うわけないわよね。私次の予定があるの。それじゃ失礼するわね。珍しく空いてるわね。いいわよ。知ってると思うけど、私待たされるの好きじゃないから。待ったわよ。30分ぐらい前からここにいなさい。それじゃあそろそろ中に入るわよ。この方の絵なかなかですわね。あなたも少しは美を理解できるようになったみたいね。割と楽しめたわ。予定が空いてればよろしくてよ。それじゃ失礼するわ。珍しく空いてるわね。いいわよ。知ってると思うけど、私待たされるの好きじゃないから。ああ、今帰りかしら。
私別の男の子と約束があるの。少し待ったけど、この程度なら許してあげるわ。さあ、今日はどこに案内してくれるのかしら。よろしくてよ。では、行きましょう。ちょっと見てくるから、ここで待ってなさい。待たせたかしら。ならもう一度行ってくるわね。今日は楽しかったわ。また誘ってもよろしくてよ。それじゃ失礼するわ。